早く追加の弓を運ばないとホディール様に怒られるぞ。あの木箱に弓が入っているのか。奴らを倒せば詰め所の場所がわかるかもしれない。ホディールに知られてはまずい。伝令は逃さず仕留めなくては。何が目的だ。まさか西の詰め所を襲うつもりか。なるほど、詰め所は西か。ここにある弓の鶴を切ってさっさと向かおう。ホディールが動き出す前に弓鶴を切りたいが、兵に邪魔をされては余計な時間がかかるな。そうだ、あのかがり火を使えば目をそらせるかもしれない。火事だ。火が大きくなる前に消せ。よし、この隙に先へ進もう。あの抜け道は私なら飛べば届きそうだ。全て読めたぞ。これで決める。なんだ貴様。見つかってしまったか。時間はかかるが倒すしかないな。どうした、何の騒ぎだ。これでよし、先に進もう。詰め所だろうか。あの向こうが詰め所のようだな。見張りが来ないように扉を閉めておこう。あっ、敵襲か。見つかったか。ここは強行突破するしかない。ここは片付いたな。詰め所の中へ進む。お前ここに何の用だ。奥の部屋か。木箱を開けて中を確認しよう。うまくいった。ナルサス様に報告しよう。アルスラン殿下。何事か、ホディール。ダリウン・ナルサス、その他殿下のおそばにあって殿下の害となる者どもをこれから排除いたします。彼らがいずれ関心となり殿下と祖国に害をなすことは明白です。何をバカな。あのナルサスなる者、何故お父上のご不興を被ったとおぼしですか。奴隷制度を廃止するとか、神殿の資産を没収するとか、貴族と自由民に同じ法を適用するとか、過激なことを主張したからです。それは考えあってのことであろう。考え、あのようなものに国政を欲しいままにされたらハルスはルシタニアに滅ぼされるよりもなお悪うございます。つまり
お主は私にナルサスやダリューンを捨てろというのだ。いかにも。では聞くが、ダリューンやナルサスを私が捨ててお主を選んだとして、今度はお主を捨てる日が来ないとなぜ言い切れる？ナルサスの悪口をお主は言い立てる。だけどナルサスは私に一夜の宿を与えておいて騙し討ちなどしなかったぞ。みんなすぐにこの城を立つ。お待ちくだされ。せめて殿下のご乗馬の靴輪を我が部下に取らせましょう。王太子殿下に近づくに短剣を隠し持つとは何の言い合ってのことか。もはやこれまでか。皆の者、王太子を捕らえよ。おとなしく出て行かせた方が貴様のためだぞ。うるさい、黙れ。このままでは私は逆賊だ。そうなって黙るか。みんなアルスラン殿下を守れ。殿下、私が必ずお守りいたします。どうして争うのだ。無意味だ。剣を引いてくれ。当たってくれ。今だ。お強くなられましたな。このダリューンどこまでもついてまいりますぞ。当たってくれ。今だ。ご活躍、英雄王カイホスローと見まごうばかりです。ここまでだぞ。麗しの女神は足よ、我らの戦いにご加護を垂れて。
お見事でいらっしゃいますか。今の殿下ならばこれを使いこなせましょう。エラム、よくわかる。はい。ナルサス、この狡猾な狐めが。何？お主の足元にも及ばんよ。王太子を捕らえろ。ここでやられてなるものか。奴らめ、今に後悔させてやるわ。あの様子、何やら策がありそうだ。放っておくと厄介なことになるかもしれない。なら俺とお主で奴を追おう。皆、殿下を頼んだぞ。兵と共に門を突破するぞ。我が起動せよ。奴らを撃ち取るのだ。ダリュー、ここだ。私に手を貸してくれ。皆で壊して先に進むぞ。共に戦わせて。今こそ示せ。俺こそがマルダーン夫マルダーンよ。おじいは俺に殿下個人に忠誠を誓えと頼んだ。そしてカーランは正統の王が即位すると。ナルサス、お主に意見を聞きたい。殿下が戦後オスロエツ5世の維持ということは、それは俺も考えないではなかった。だが殿下のご誕生の時期から考えて可能性はない。そうか。バカな、あの罠を突破されたというのか。門を守れ、守り抜け。お任せろ。ここは通さんぞ。これで門を開けられるな。ダリューン、凄まじい迫力だな。お主は敵にとっては死の使者だろうよ。これをやろう。ダリューン、パルス随一の勇者殿には不要かもしれない。追い詰めたぞ、ホディール。ミスミスやられてなるものか。さすがは諸侯の一人、すさまじい迫力だな。殿下を裏切った罪、償わせてくれる。
の私がこのようなところで門罪天使の前にまかり出て生前の罪を告白するがいい。自分は裏切ってはならぬものを全て裏切りましたとな。何をなさるおつもりです殿下。せっかくここまで来たのだ。ホディールの奴隷たちを解放してやろうと思う。さあ行くがいい。お前たちはもう自由なのだから。うん、うん、ああ、ホディール様のご意志なのか。ホディールは死んだ。だからお前たちは自由になったのだ。お前たちが殺したんだな、ご主人様の仇だ。殿下。先ほどのことをお考えですか。ああ、なぜあの者たちはあれほど怒ったのであろうか。おそらくホディールは自分の奴隷たちには優しい主人だったのでしょう。ですから奴隷から見れば私どもは仇ということになるのですよ。ナルサス、お主はこうなることが分かっていたのか。はい。なぜ教えてくれなかったのだ。先にそうして差し上げても殿下は納得なさらなかったでしょう。世の中経験せねば分からないこともあると思いましたので。それはお主自身のことなのか。5年前、亡くなった父の後を継いだ時、私は奴隷を解放しました。その後王都に移っていたのですが、しばらくして故郷に戻りますと奴隷たちが舞い戻っていたのです。前のご主人様はお優しかった。今のご主人様のように俺たちを追い出したりはなさらなかった。外に放り出されてどうして暮らしていけばいいんだ。寛大な主人のもとに奴隷であること、これほど楽な生き方はないのです。だけどお主は信念に基づいて正義を行ったのではないか。正義とは太陽ではなく星のようなものかもしれません。星は天空に限りなくありますし、互いに光を打ち消し合います。何にしても私の申し上げることなどに左右されますな。殿下は大道を歩もうとしておられる。ぜひその道をお進みください。この頼もしい5人がいつまでこうやって自分についてきてくれるのだろうか。彼らが愛想を尽かさないうちに自分は立派な君主にならなければならない。それで夜が明けましたらいずれの方角へおいでになりますか。東へ。今パルスで最大の兵力を有している東方国境ペシャワールへ向かう。バフリーズ殿と来たらこんなものを託しおって。やれやれ、とんでもない思い置き土産をわしのような無能者に残していかれたものじゃ。英雄王カイホスロー以来続いたパルス王家もまかり間違えばここで終わってしまうかもしれぬ。戦線王ゴタルゼス様の盛んな御世に死んでおいた方がマシだったわい。いたぞ、アルスラーンどもだ。王子の首には金貨10万枚だぞ。殿下、先へ行ってください。ここは引き受けます。ダリューン。ダリューンならば大丈夫です。我々は先に。殿下の護衛を最優先にし森を一気に突っ切る。はい。はいよ。道中はぐれた者はそのままペシャワールへ向かえ。追っ手の声は聞こえない。振り切ったのか。ナルサスとファランギースは。
はぐれてしまったようですね。進みましょう殿下。必ずペシャワールで合流できます。うむ、無事でいてくれみんな。はあ、つまらん。ファランギーストのから離れ、王太子の思うとは。ギーブ様、今は私たちだけで殿下をお守りせねばならないのです。気を抜かないでください。分かってるって。真面目だな、エラムは。ギーブ様が不真面目すぎるのです。王子を捕らえろ。一旦逃げるぞ。まだ追ってくるか、しつこいやつらだ。だがここならさっきの場所より戦いやすい。そろそろ敵の数を減らしておく。ギーブ様、前方にも敵がいます。応援を呼ばれると厄介だな。逃がさず全て倒すとしよう。敵だ、敵が来たぞ。おっと、行かせるわけにはいかないね。将来は立派な王になりたいと思ってきた。だが考えれば考えるほど分からなくなる。立派な王とは何なのだろうな。敵襲、敵襲だ。美しき女神らしで、敵だ、敵が来たぞ。俺たちもついていくぞ。奏でてやれ。弔いの曲を。見つけたぞ、アルスランだ。報告を急ぎ。しまった、見つかったか。そういえばエラムは将来何になりたいのだ。ナルサス様が決めてくださいます。それまではナルサス様のもとで勉学に励むのみです。そうか、ならば私も一緒に学ばなくてはな。もっといろいろなことが分かるようになるまで。殿下は大いに疲れるお方です。一緒にというわけにはいかないでしょう。ではもし私が大いに着いたら、今まで助けてくれたお礼に、なりたい役職に。私はナルサス様に従ってきたワルです。殿下がお気になさることではありません。ここから先は通さんぞ。もっと兵を呼べ。王太子を捕まえるんだ。観念しろ、ここまでだぞ。押されているぞ。どんどん味方を呼ぶんだ。頼もしい限りだ。その力、これからも存分に振るってほしい。お主がいてくれれば心強い。これからも力を貸してくれぬか。
こっちも手が回っていたか。ギール様、こちらへ逃げましょう。いたぞ、ここで捕らえるんだ。なんとしつこい。俺と会ったのが運の月だ。心は引いてやる。聖者はじめ、敵軍に大打撃を与えてやれ。これで背後は気にしなくていいか。あれは敵の物資だ。役に立つものが入っているといいな。どうも妙な王子様だな。なぜエラムのことをあれほど気にかける。王族ってのは臣下や民がどうなろうと知ったことじゃないのかと思ったが、まあ危うくなったら化けの皮が剥がれるかもしれないな。見つけたぞ。さあ覚悟しろ。頼もしい限りだ。その力これからも存分に振るってほしい。へえ、俺とやろうってのか。わけにもいかんな。なぜ私などのために。何を言う。エラムを助けるのは当然ではないか。なるほどね。王子は金貨10万枚の賞金組だ。何としても捕らえろ。ほう、この王子を差し出せば金貨10万枚なのか。だがその程度じゃ渡せんね。頼もしい限りだ。その力これからも存分に振るってほしい。何をやっている。金貨10万枚の賞金組だぞ。ようやく指揮官らしい奴が出てきたな。奴を倒せば混乱に乗じて突破できる。お前などに負けはせぬぞ。将軍がやられた。今だ、一気に突破するぞ。先ほどの戦いでは申し訳ありませんでした。殿下をお守りせねばならない立場なのに殿下に助けられ、これでは逆です。逆も何も、友達を助けるのは当然ではないか。友達。私は解放奴隷の子です。殿下と私では身分が違いすぎます。身分などというなら私は誰一人友達ができなくなる。エラム、私のことが嫌いか。そのようなことは。私は
エラムと友達になりたい。もし私が嫌いでないなら友達になってくれないか。いずれにしても殿下に助けていただいたご恩はきっとお返しします。先ほど助かったのはギーブのおかげだ。礼を言う。いやいや、そこまでしていただかなくても。ところで殿下は幼い頃王宮の外で育てられたのではありませんか。なぜわかった。なんとなくです。うん、私は王都の一角で暮らす乳母夫婦の家で育てられた。他の家の子供と同じように町の家塾に通い、自由民の子や時には旅芸人の子と遊んだ。しかし乳母夫婦は古い葡萄酒の中毒で命を落としてしまった。それで私は王宮に入って暮らすようになったのだ。なるほど。だから殿下は普通の王族と違うのかもしれませんね。違う？ね。そうだろうか。ナルサスが殿下に入れ込む理由がわかりますよ。あなたが王になった時どのような国ができるのか楽しみですな。ありがとうギーブ。進もう、ペシャワールへ。騎兵が数十、ゾット族か。ペシャワールへの最短の道ゆえここを通らざるを得なかったが、さて。族長、こっちです。妙な金仮面をかぶってるとかだ。金仮面だと？銀仮面。ここはゾットの縄張りだ。金と剣を置いて失せろ。猿とも人とも分からぬ万人になぜ従わねばならぬ。貴様、俺の手にかかって死ねることを名誉と思え。族長が。そんな。親父。よくも。俺たちも続け。小娘、貴様の名は。ゾット族長の娘、アルフリード。アルフリードとは王族貴族の姫君に使われる名だ。造城マンにふさわしい罰を食らわせてやるべきだろうな。やってみるがいいか。よく動く。だが貴様の手下どもはそうはいかないようだ。みんな盗賊ごときが王の歩む道を妨げようとするからだ。王と出会ったヘボガカが食うに困って辺境の地まで流れてきたか。お主に付き合っていると人外境に近づいていくようで困った。せや。アルスラーンはどこだ。お主が死んだら教えて差し上げてもいい。できるか。まあ努力してみるとしようか。こいつらを決して逃がすな。門を閉めろ。やはり閉じ込められた。まあいい。奴から逃れるための罠は仕掛けてある。あの仕掛けが働くまでこの娘を守りながら時間を稼ぐとしよう。手を出すな。
こいつはおやつと仲間の仇だ。私が倒す。お主ではそこの銀仮面の君には勝てん。無駄な血を流すだけだ。そんなこと。勝てるのか。わかった。今はあんたと協力する。そろそろか。娘、避けろ。え、何？爆石だと。今の音は何だ。銀仮面卿、ご無事ですか。よし、門が開いたな。奴が身動きできぬ隙に逃げるぞ。岩が邪魔で奴らを追えんな。そう簡単には逃げられんぞ。お主、一体の封鎖は終わっているか。は、北東の道を除いて完了しております。そこもすぐ。いい、そこへは俺が行こう。封鎖が終わるまで奴らを行かせるな。ということだ。聞こえたか、お主。我らは銀仮面より早く北東の道を抜けねばならぬ。逃げるだけっていうのが気に食わないけど仕方ないか。そうと決まればさっさと行こう。奴らが来たぞ。南と東の門を閉じろ。残る東と北は崖。行けるはずもねえ。この奴らに逃げ場はないぜ。おお、崖か。登れるところがあるかもしれない。ねえ、崖だよ。このまま登るのは難しい。あの柵を壊して岩を落とせれば足場ができそうだ。柵なら私の火矢で燃やしてあげようか。お主、火矢が使えるのか。そうだよ。準備にちょっと時間がかかるけどね。なるべく急いでくれ。その間は俺がお主を守ろう。任せておくれよ。守る。それにしても偶然落石が起こってよかったね。偶然ではないさ。ああなるように仕掛けておいた。え、あの落石はあんたが起こしたの。妖術か何か。妖術など使わずともあのくらいのことはできる。川紐と木片を使ってな。テコの原理の応用だ。よくわかんないけど、あんたって頭いいんだね。まあ大抵の人がそう言ってくる。あの銀仮面、王の歩む道と言っていたか。まさか奴の正体。この岩を足場にして崖を登るぞ。あんた結構強いんだね。ちゃんと私を守ってくれたし。なんだこいつら、この崖を登ってきたのか。まさか崖下の奴らは全滅。逃げろ、かなわねえ。逃げ出した奴らを追うぞ。あの勢いにつられて他の部屋も逃げ出してくれれば楽に進めるかもしれない。こら、逃げるな。奴らを食い止めろ。くそ、銀仮面卿へ伝令を出せ。それから逃亡兵が開けた門も閉めておけ。はっ、こことこの先の門は閉めておきます。せっかく開いた門を閉められては困る。時間もないゆえ門が閉まる前に通り抜けるぞ。
間に合わなかったか。時間はかかるか。別の道を行くしかないな。おん？なんだこれは。銀仮面郷にお届けしておこう。倒しても倒してもキリがないね。本当にしつこいんだから。見たところまだ封鎖は完了していない。銀仮面の君はお待ちかねだったようだな。気づいたかヘボガカ、先ほどのような騎士はもう通用せぬぞ。ご覧、お前はここで終わりだ。芸術を引くしかないか。生きてさえいれば切除の機会もあろう。もはや引くしかないか。今日のところは引いてやる。ご覧いただこう、これぞ芸術。どこまでも王に逆らうか。芸術を理解せん奴らも。よし、今だ、逃げるぞ。わかった。あの仮面男、次会ったら絶対に殺してやる。よく我慢したな。お主が冷静になってくれなかったら逃げられなかったかもしれん。生きないと親父とみんなの敵撃てないから。そうだな親父、ちょっとのみんなも。勇猛なゾット族が泣いてちゃダメだね。ありがとう。俺は何もしとらんよ。助けてもらった、あの銀仮面から。だからありがとう。あんた意外にいいやつだね。意外にか。そういえばあんたの名前は？ナルサスだ。ナルサスか。私はアルフリード、よろしく。あんた年はいくつなの？26だが。もう少し若いのかと思ってた。まあいいや、ちょうど私と10歳違いだから覚えやすいし、年は少し離れてた方が頼りがいがあるものね。はあ、よし決めた。私ナルサスについていくよ。他にもゾット族の仲間はいるだろう。戻らなくていいのか。いいの。殿下、すぐに合流しますゆえ、それまでご無事で。もらった。うわっ、アランギース殿。一人でこの人数を相手にするのは苦しかろう。助立ちする。かたじけない。バケモノだ。なんだあの強さは。勝てるわけねえ。逃げろ。なんたるザマか。逃げる奴は俺が斬る。誓いして戦え。俺はカーラーンの子ザンデ。
貴様に殺された父の無念を晴らす。カラム、なんとも面倒そうな男じゃな。捕まる前にペシャワールへ急ぐが得策であろう。夜を越えてもまだ追ってくるとは、あのザンデという男、随分しつこいようじゃな。殿下のもとへ奴を連れていくわけにはいかん。この辺りで叩いておいた方がいいだろう。それも元々貴様の父がルシタニア人どもの手先になった国を売ったがゆえのことであろう。俺の父がルシタニアの手先になっただと、ふざけるな。兄を殺し王位を奪ったアンドラゴラス、アルスラン、そのようなもの使えるに値せん。我らより王たるにふさわしいお人、パルスの正統の王に仕えているのだ。正統の王者と、うわー、悪鬼闘士を受けてみよう。お前の部、並大抵ではないが、いずれ大陸に有名を馳せることとなろう。くそ、お前ら奴らを足止めしろ。絶対に逃すな。至る所に敵兵がいるな。私たちがペシャワールを向かうのがよほど気に食わんようじゃ。殿下の身が心配だ。早く合流しなければ。北東の道は厳重な警備が敷かれております。しかし南東はまだ手薄、突破できるかもしれません。うん、分かった。ならば兵を集めて敵の包囲を打ち破るぞ。お前の部、並大抵ではないか。いずれ大陸に有名を馳せることとなろう。あれはパルス兵。向かう先はペシャワールか。私たちを探す網に不運にも引っかかったようじゃな。どうされる？見過ごすことはできぬ。救援に向かおう。櫓の兵士を撃たねば敵の攻撃は止められぬな。優先して奴らを狙うとしよう。異教徒が暴れているようだな。行くぞ。異教徒め図に乗りよって許さんぞ。お前などに負けはせぬぞ。これで南東の封鎖を突破できそうだ。俺に続け。おお、助かりました。我らも協力いたします。おお、逃げろ。異教徒だ。追え追え。イアレダ・ボート神の名のもとに進め。お前ならば必ず多くの敵を打ち倒せよ。期待しているぞ。
ダリューン様、こんなところでお目にかかれるとは。助かりました。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。異教徒が暴れているようだな。行くぞ。お前などに負けはせぬぞ。おお、助かりました。我らも協力いたします。あの残でなる男の力は凄まじい。強さだけであればカーランより上かもしれない。銀仮面の男といい、残でといい、一筋縄ではいかぬ敵ばかりだ。この命に代えても殿下を守って差し上げねば。ダリウン卿、まさか助けが来るとは思いませんでした。私も精一杯力を尽くしますぞ。京都め図に乗りよって許さんぞ。イアルダボート神の名のもとに進め。負けはせぬぞ。まさか助けが来るとは思いませんでした。見せつけてくれますな。俺も続きますぞ。あとは街道を抜けるだけだ。ダリュー、今度こそ貴様の首を取り父の無念を晴らす。仕留められなかったか。惜しい惜しい。思考術か。厄介じゃな。なんだあれは。魔導の術じゃ。敵め、そのようなやからを飼っておったとはな。貴様はあなたと主を同じくする者。手を貸しますぞ。残酷。の子に仕える貴様らは逆賊に過ぎん。我らこそ真のパルスの中心だ。貴様らの主が何者であろうと、
殿下の羊がどうであろうと関係ない。俺はあの方を守ると決めている。奇妙な術ばかりを。あの地行術の男を倒さねばダリウン卿が危うい。熱き闘志を受けてみよう。くそ思ったよりやりおる。とどめだ。殿下、申し訳ございません。殿下を危険にさらしてしまうとは。大丈夫だ、怪我はない。エラムのおかげだ、ありがとう。いえ、それよりも殿下は軽はずみな行動を。まあとにかくいつもダリューンに助けられているのだ。たまには私がダリューンを助けてもいいではないか。ところでギーブは。ああ、ファランギース殿、さぞやこのギーブのことが心配で眠れぬ日々を過ごしていたことでしょう。心配など全くしておらぬ。天上の神々を騙してでも生き残りそうな男じゃからな。ギーブ様、合流できてよかった。やはり私のそばにはお主がいなくては。ありがたいお言葉です、殿下。うむ、大いなど関係ない。俺はこの方自身のために剣を振るい続けるのだ。ペシャワール城塞まであと少しだというのに。目的地が分かっているからこそ待ち伏せする方はたやすいのでしょうね。いくら包囲網が的確であろうと。殿下は私がお守りします。前も後ろも敵だらけじゃな。殿下、南に砦があったはずです。まずはそこを目指しましょう。分かった、急ぎ向かおう。シャワール城まであとわずか。誰一人欠けさせぬ。これほど遠くまで来たのは生まれて初めてだ。大陸は広い。私が知らない土地もまだまだあるのだろうな。殿下は伝説の都市をご存知ですか。ファルス国の西南の果て、ジョムの砂漠の向こうには伝説に語られる聖堂国の遠近都市があるそうです。私は大人になったらそこを訪れ、失われた歴史や伝説を学びたいと思っています。それがエラムの夢か。エラム、いずれお主の調べた歴史や伝説を私にも教えてくれ。殿下がお望みなら。ぜひ頼む。殿下と随分仲良くなったようだな、エラム。そのようなことは。
しまった、殿下から離れすぎている。急ぎ戻ろう。手伝おうか。報酬は特別安くしておいてやる。私に手を貸してくれ。羽橋を上げろ。あ、橋が。エラム、ギーム。殿下、伏兵に囲まれております。二人との合流は敵兵を倒してから考えましょう。殿下、そちらから羽橋を下ろせませんか。ダメだ、動かない。装置が壊れている。やられたな。さて、どうしたものか。ダリュン、二人を置いてはいけぬ。あちらにはまだ敵が。殿下、今は川を渡る術がございません。城へ向かい、キシュワード卿に助力を求めましょう。彼らの強さはこのダリューンが保証します。我々が戻るまで必ず申し答えてくれるでしょう。分かった。急いで城を目指そう。エラム、ギーム、すぐに助けを呼んでくる。それまで耐えてくれ。殿下、分かりました。お待ちしております。アルスラーンがいたぞ。絶対に逃がすな。城が近い。やつらは必死じゃな。お主に
神のご加護があらぬことを。お前などに負けはせぬぞ。ダリウン卿はどこへ行かれたのじゃ。ダリウン、敵に同情したくなることじゃ。と会ったのが運の月だ。今日のところは引いてやる。頼りになる。ここにいるということは、お前の主人も。王太子殿下を守り参らせよ。やしゃせやしゃせ。うわっ、アルスラン殿下、ダリウン卿、よくぞご無事で。騎士ワード、今すぐ教えてほしいことがある。羽橋を壊され、川の向こうに仲間が取り残されているのだ。助けに行く方法はないか。なれば私が川を渡り救出してまいります。厳しい道を、殿下はここでお待ちください。騎士ワード、ありがとう。ただまずは周囲の敵を追い払い、殿下の安全を確保せねばなりませんが。さあ我らも出るとしよう。みんな殿下のもとへ急ぐぞ。騎士ワード、もう一度はどうした。アズラエルとスルシはいつも一緒だったのに。部下と共に王都に潜入させておりました。ですがここ数日連絡がございません。殺されたのか。おそらくスルーシはアズラエルに比べればこの一つ出来の悪い兄弟でした。ですが互いに仲は良かったし、私も美和の区別なく席を出した。
私の周辺が飛んだ的外れであればいいんですが。頼もしい限りだ。この力、これからも存分に振るってほしい。共に戦わせてください。いざ行く。お見事なご活躍です。ナルサさん、先にたどり着いていたのか。お主らがあまりにも遅いのよ。殺されたのではないかと心配したぞ。お前などに負けはせぬぞ。引くしかないか。さて、川を渡るにはあの門を開ける必要がある。生きてさえいれば殺辱の機会もあろう。まこと、真のマルダーンと呼ぶべき武君です。お怪我はございませんか。早急に旗をつけますゆえ無理はなさいませんが。俺たちも続く。いざ行く。こんな奴らに苦戦とは、俺の腕も鈍ったかな。死ね。おい、川を渡ってくる奴がいるぞ。あの格好、パルスのものに違いねえ。なんだと。急いで仲間に伝えなくては。者らのことか。囲まれておるな。まずは辺りの敵を追い払わねば。あなたはこの地を守るマルスマー騎士ワードだ。殿下の命によってお主らを助けに参ったぞ。ようやく来たか。あんた相当な腕前だな。味方にいる限りは楽ができそうだ。強い。引け。もう大丈夫だな。よし、急ぎ戻るとしよう。お主らついてくるがよい。城の奴らまで出てきては分が悪い。だが手ぶらでは帰れ。せめてアルスラーンだけでも捕らえてくれ。そう、こちらをお受け取りください。殿下、必ず役立つものと存じます。こ
この俺に向かってくる。いい度胸だ、アレスラお見事なご活躍です。投資を受けてみよアレスラーン殿下、ご無事でいらっしゃいますか。当たってくれ、今だ。くそ、撤退しろ、全員撤退だ。これで城に入れるな。皆無事でよかった。騎士ワードが力を貸してくれたおかげだ。進化として当然の務めです。よくぞここまでたどり着かれました殿下。長旅でさぞやお疲れになったことでしょう。東方国境の要ペシャワール城へご案内します。皆が無事でよかった。ところでナルサス、この女性は。私はアルフリード、ナルサスの妻だよ。ナルサス、別行動になっていた間何があった。こんな一大事の時に。いや、旅は孤独だ。作詞殿とはいえ魔が差すこともあるだろう。そうなのか。弁明してくれアルフリード。うん、正式に結婚はしてないんだ。だから今はただの丈夫だけど。丈夫？ナルサス様。違う、俺は何もしておらぬ。妻だの丈夫だのこの娘の出任せだ。嫌に慌てるではないか。ど、慌ててなどおらぬ。この娘はゾット族長の娘で、族に襲われていたところを救ってやっただけだ。族？あの銀仮面が現れた。ここに至るまでの包囲網はあいつの策だ。なるほどな。とにかく皆が無事に再会できて仲間も増えた。よかったではないか。王太子殿下。バフマン。おお、よくぞご無事で。世話になるぞバフマン。騎士ワード、パルスはこのペシャワールから反撃ののろしを上げる。皆の力を貸してくれ。はっ。ペシャワール城にある騎兵2万、歩兵6万上げて殿下に忠誠を誓わせていただきますぞ。ナルサス様ならまだここの将軍たちと会議中だ。ふん、そうだ。じゃあナルサスのこといろいろ教えてよ。あのさ、ナルサス様に慣れ慣れしくしないでくれないか。知り合ってから何日も経ってないくせして。付き合いの長さと深さは別物よ。お前なんてナルサス様の好物も知らないくせに。お前とは何さ。私はあんたより年上なのよ。礼儀を守るかは相手によるさ。それよりナルサス様の邪魔をしたら許さないからな。あんたに許してもらう必要はないわよ。ふん。ああ、もう何よあいつ。お主、ナルサス教のことを好いておるのか。え、うん。ならば
彼の妨げにならぬようにすることじゃ。あの御仁は今のところ一人の女よりも一国を起こすことに夢中ゆえ。国を起こしたって新しい貴族と奴隷ができるだけさ。ナルサスほど頭のいい人がそんなことに気づかないなんてね。お主のナルサスならそれを克服するような道を見つけるかもしれぬぞ。そういう男だと思えばこそ彼を好きになったのではないかな。わかったよ。騎士ワード、私はここペシャワールから挙兵し王都を奪還する。そして奴隷制度を廃止したいと思っている。奴隷を解放するとおっしゃいますか？ここまでの道中私なりに考えたのだ。一時の感情だけで奴隷を解放しても何にもならない。だがきちんと計画を立て、時間をかけて様々な条件を整え、国を挙げてそれを行えばできるのではないだろうか。殿下の決心はご立派ですが、あえてそのようなことをなさればおそらく諸侯の大半は殿下のお味方にはなりませんぞ。だけどルシタニア人を追い払ってパルスは全く元通りというわけにはいかないと思う。前よりもこの国が良くなるのでなくては戦う意味もない。なるほど。しかしそのようなお考えに対して陛下がどうおっしゃいますか？もし父上を助けて差し上げることができれば、それだけ私の発言力も強くなると思う。きっと私の申し上げることを聞いてくださるだろう。挙兵できないというのか？どういうことだバフマン殿。慌てたところで益はない。国王陛下の安否さえまだ判明せぬ。少なくとも今年のうちに兵を動かすのはわしは反対じゃ。国内の諸勢力がどう動くか、それを見極めてからにした方がよい。アルスラーン殿下を陣頭に立て、パルスの王権を回復させるのは当然のこと。我らがそれを行ってこそ国内の諸勢力も動き始めるのではありませぬか。バフマン殿はなぜそれをおためらいになる？慎重と申すよりやる気がないとしか思えませぬが。もうよした方がいい。戦場にあって一度たりとも敵に遅れを取ったことなきバフマン殿なれど、おいとはむごいもの。ただ安楽に老後を遅れればよいとのお考えだろう。何を言うか、くちばしの黄色いひな鳥目が。まったく話にならぬわ。怒っただけか。いや、あの老人もっと食えぬ。怒ったふりをして座を外し、追及されるのを避けたのだ。この後に及んでバフマン殿は何を考えておられる？キシュワード殿、心当たりはないか？実はアトロパテネの開戦の直前、バフマン殿のもとにバフリーズ殿からの手紙が届けられたのだ。おじが手紙を？俺が知っているのはそこまでで、内容の方は見当もつかぬが、それからバフマン殿はあのように変わられてしまってな。開戦の直前。ダリオ、アルスラーン殿下に忠誠を誓ってくれぬか。殿下個人にじゃよ、ダリオン。ナルサス卿には見当はつかぬか？それが分かれば苦労はせぬよ。俺は千里眼ではない。知らねばよかった。知るべきではなかった。もし何もかも知らずにいられたら、あの聡明そうな王子に永遠の忠誠を誓うことができたであろうに。そこにいるのは誰だ？貴様がアンドラゴラスの子せがれか？アンドラゴラスの子、パルスの王太子アルスランだ。そちらも名乗れ。王太子だと？
戦勝するものよな。貴様は薄汚い三奪者の産み落とした惨めな犬ころに過ぎぬ身ではないか。アンドラゴラスの子として生を受けたが貴様の罪だ。父を恨め。思い知れ。火を恐れているのか。くせがれ。ラッキー。